最初にカメラを持ったのは中学生14歳ぐらいの時に、友達のスケーターだったり音楽をやってる人たちを僕は撮るっていうことを完全に趣味でやってて、大学を卒業した時点で映像会社に入社しました。ブライダルの仕事でした。20年ぐらいカメラマンとして働いて、去年、サーカスビジョンを作りました。日本ではね、健常者ばかりが、テレビに出て、僕自身が、障害を持って生まれてきてるので、ものすごくちょっと違和感を持ってて、障害を持ってても健康で、生き生きとして、表に出れるような方々はたくさんいるんですよ。なので、そういう方々と一緒にモデル業、撮影業をやるために会社を作りました。日本では例えばこういう健常者が障害のある方のモデルとか写真を撮影するとなった時に、それを利用するであるとか、まあネガティブなイメージで捉えられることって結構あるんですけど、僕の場合はそもそも先に手話っていうものに興味を持って、その手話通訳の資格を取った後に手話を写真で表現するという活動を始めたので、聴覚障害者の方とかとのコミュニケーションがスムーズにいったのではないかなと思っています。人に見せてはいけないものっていう感覚がまだ今日本の中にもまだあると思うんです。それを恥じて生きるんではなくて、もっとこう社会に対してもっと見せていって、それをあえて誇張せず、ありのままの姿っていうのを撮影することができたと思っています。お互いにこっちもそれを知ることによって相手のことを理解できるし、逆にモデルしていただいた障害を持った方も自分のことを社会に出すことによって自分のことを理解できるようになると僕は考えています。起業して1年なので、最初にやったプロジェクトが Adobe Stock でした。今回、納品した写真なんですけど、聴覚障害を持った方がモデルになったのと、視覚障害、あと、表皮水疱症、その、3人のモデルが主な作品になってます。聴覚障害っていうのは見た目からわからない障害って言われています。で、僕はその中でその方たちがすごく輝く瞬間っていうのが、僕はその手話で話している時だと思ってるんです。皆さんが山とか空とか川とか、その自然を美しいと思って撮影されてる方と同じで、本当に何も考えず手話が美しいなと思って撮影してるだけですね。海で、視覚障害のモデルさんが両手を広げてこう上向いてる、こういう写真があると思うんですけど、それが今僕は一番気に入ってる写真です。モデルの彼曰く、海を歩いてる時に匂いがすごく変わっていく、その変化がものすごくなんか開放感にあふれて、すごくここの場所が気持ちいいっていう風に教えてくれて、じゃあその気持ちよさを体で表現したらどうなるって聞いた時に、ポーズが出たんですね。表皮水疱症っていう難病の女性の方の撮影をさせていただいたんですが、で、日本ではその表皮水疱症っていう病気はまだ500人から1000人ぐらいの患者さんしかいない数少ない病気なんですけど、彼女自身も何か自分の中でその病気のことをもっと世の中に知ってほしい、訴えかけてほしいっていう考えがあった時に、たまたま僕と知り合いまして、今回の Adobe のデベロップメントファンドに作品を投稿させていただくっていうことで、まさに病気のことも知っていただくこともできましたし、彼女とが同じ病気を持つ方たちの生活も少しこう変えていけるんではないかなと思っています。もっともっとこういわゆるマイノリティというか、皆さんが知らないこと、知らない文化や生活っていうのがまだまだたくさん眠ってると思うので、障害を持っているっていうことが特別なものではないよっていうなのを知ってほしい。それが彼のありのままの姿で普通なんですよ。健常者と障害を持った方々の壁っていうものは本当はないんだよっていうのをみんなに理解してほしいです。今回のその Adobe のデベロップメントファンドにこれからどんどんその枚数を増やしていく、でそれを見る機会を増やしていくことによって病気を見慣れていくっていうことがすごく大事だなと僕は思っています。
それが今後の、日本の発展にもつながると確信しているので、それを僕らはクリエイティブで発信し続けようかなと思ってます。